お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのホグライトやっていきたいと思うんですけど、皆さん覚えてますでしょうか。多分ね、覚えてる方少ないと思いますし、なんなら僕もほぼ忘れてました。ホグ企画ってやってました。30日でホグライダーを極めますという企画やってたんですけども、まあ、その企画ね、今25日目でストップしてたんですよ。なんで今日はちょっと26日目ということでやっていきたいと思います。まあ、この企画自体、まあ、今年のクラロワリーグがあって、まあ、もう終わってしまったものの、そのリーグでね、まあ、勝つためにちょっと練習しとこうぜっていう意味で始めたんですけど、まあ、もう大会終わっちゃうんでやる必要もないかなと思ったんですが、まあ、せっかく始めた企画なんでね、まあ、最後までちょっと終わらせようかなと、年内中に終わらせようかなというわけで、ね、今日は26日目やっていきます。で、環境もまた変わったっていうのもあるんですけど、すごい北のね、形もいろいろ変わりました。その時はアチャクイボムライトっていうちょっと特殊な方をねやっていきます。で、まあ、ある程度、本当にでも、この企画を始めてから、ホグもですし、なんだろうな、スケとかもやっぱ、うのは使ってたんですけど、まあ、スケルトン入りのデッキだったり、なんか全体的にこう、高回転のデッキのなんか、立ち回りというか、使い方っていうものが、まあ、上手くなりましたね、全体的に。だから、ホグを極めるつもりが、ホグ以外全体的に、その高回転をね、ちょっと、わー、いいじゃん。使うのにちょっと良くなったよなとは思ったので、まあ、やって良かったなと思ってますね。まあ、まだ26日目なんで、やりきれるかもちょっと絶妙な際どいところですけど、いや、マジで最後の最後は、トップの人たちにホグでね、フルバウトで仕掛けようと思うので、よいしょ、まあ、どんぐらい勝てるかなと思いながらね、さあ、で、今回は、非常に厄介かもしれないですね。ゴルナイポイズンがまあレアなんですけど、トルネあったんで、遅延スケラとかの可能性があるんですよね。いやー、スケラだったらこれめんどくさいですね。まあ、施設が来ます。いやー、これ打ってもいいんですけど、いやー、なんで遅延スケラを引くんだよ。マジ、ホグ、やったけど、遅延スケラだけはマジできついんだよね。うん。それは、端前アチャクイがだから大事になってくるかな。相手からしたら逆にアチャクイめっちゃきついんですよ、これ。よいしょ。さあ、アチャクイってタルババが多分来る。でさ、ここでホグ行ってあげて、スキルも使いながらの、いや、これでさ、そうそう、トルネが今回ってないサイクルだったから多分きついんですよね。オッケーオッケー、ボーポイもしてる。熱い熱い熱い、めっちゃ入る。さあ、今のはね、2周目ホグですね。間のトルネとか間に合わないサイクルでホグを多分飛ばしたことによって多分回ってたのかな。分かんない、俺の計算上回ってない気がした。さあ、というわけで次、まあ、ホグ行くと、まあ、ボムやらトルネやら、とりあえず何かで対応してくるんで、まあ、端前止めた方がいいですね。で、さあ、ボムで、よいしょ。オッケーオッケー。で、ホグは一旦飛ばさなくてもいいか。さあ、ボムターンにね、頑張ってもらいながら。で、ちょっとあれだな、アチャクイ低めで出すと、どうせポイズン行かれちゃうんで、ちょっと高めにね、出していって。相手、やっぱ、アチャクイの受けがきついですね。まあ、ゴルナイがあるものの、ゴルナイぐらいしかないので。よしよしよし。で、次は、ま、トルネか。無理やりでもちょっとホグ行きたいな。トルネなんでね。で、ワンチャンライトニングを、ぶちかませると熱いな。これ、打っていい気がすんな。いやー、これやばい。打ったらダメでしたね。もしかしたら。もしかしたらダメな気がしたけど、まあ、しゃーなしっすよね。あと、ゴルナイがやばいっすよね。やばい、俺の、うわ、金移動した。待って、俺のスケルトン、俺のスケルトンだ。スケをスケロケに出してたから、なんか知らんけど金移動した。いや、でかい、でかいぞ。で、次が、まあ、ボムか。まあ、端前チェックいいですよね、絶対。相手うざいですからね。さあ、で、ホグ飛ばしながら、まあ、ポイズンで行かれるんですよね。さあ、もう1枚ぐらい来たらワンチャンライトニングもないこともないけど、さあ、ここで無理やり回します。回転範囲でね。まあ、端前アチャクイでもいいや。とりあえずもう無理やり回して、消えながら、オッケーオッケー。これで、まあ、トルネか？一旦トルネが来んのか？さ、いや、でも一発入る。いや、でかい。マジででけえ。いや、アチャクイもいいね。このやっぱ、端前出すだけプレッシャーになるんだね。さあ、なんなら？もう一勝負いって、ボムが？ボムが？ディンディン。いや、いいんじゃない？しかもこれトルネ回ってないから、一発絶対入る。一発絶対入るの、端前を止めるために、アチャクイ8、アチャクイスキルで、端前防ですね。さあ、これちょっとタワーにダメージ与えちゃうんですけど、しゃーなしで許してください。いや、君やばい。
いやマジでゴルナがやばい、ゴルナがやばすぎて、あと緊急してるから俺相手のダメージが通んないですね、ぶっちゃけ。だからライトニング削りしていきます。ヤンキーすぎるけどライト削りして、あ相手相手なんかやし縛ってね相手これミスってんな。これ多分もうウッドとかで確実にこれ耐えてしまえば大丈夫な気がする。よしよしよし、あとゴルナイ事故だけなければね、ゴルナイ事故だけなければ。やばい待って、マジゴルナイ事故やばい、本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい、危ない危ない、いやマジでゴルナイやべえ、ゴルナイやべえやべえ、本当にゴルナイやばいですね。まあでもチエンスケラーはねきついっすね、マジできついけど、まあ圧着位だから勝てたのもちょっとあんのかな。まあ勝てたことはデカすぎっすね。まあ正直クエイクでもいいと思うんですよ。まあでもなんか環境ライトニングがね結構いるんすよね、本当にいる。圧着位対策というか、まあ結局ライトニングも腐ることがね少ない、本当に腐ることあんまないんで結局入れとくみたいな。さあとりあえずまあチックネで回しますよね、マジ。さあスケルトン部隊、ナイトで、あージャイスキラか、いやジャイスキラこれやばいっすね、マジやばい。なんでこんな今日チンパン多いん、チンパンというかなんかやばいっすよね、きつい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 、マジきつい、本当にきつい、えぐ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 。さあ一旦耐えた、ダブルナイトあんま見ねえよこのシーン。まあミニペッカーとかなんかね、マスクとかが、さあ嫌だね嫌だね、もっと入ってほしいな。さあスケラか、まあめんどいっすよね、間違いなくめんどい。いやいてー、やばいっすねこれ、11にしてもいいかもな。まあでもこれ相手結構カード今ない、カードがねあんまない。よし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 、防衛カードがないんですよこれ。コウモリか、さあマスクか、いやいいいい。さあちょっと事故ってダックプリのダメージ受けたものの、相手がダックプリ裂いたんで、まあ今これでコウモリしかないってサイクルですね。よいしょ、好きに頑張ってもらい。いやこれさ島着行って、いや守るか、一旦守っちゃおうかな、着衣で。ちょっと確実に一旦守る作戦でいこう。さあ着衣残したいな。でこれ最悪おられてもいいや、相手守ってくるか。いやー守ってくんなら守ればよかった。さあシバスケラで守ってくる、あれそれやってね、一発一発入った、あれちょっと待ってよ、追いつく、いや真ん中マスク来るなこれ、怖い。オッケーオッケーオッケー、ワンチャンやってねそれ。まあスケルトン部隊もあんのか、そうそうそう、いやいいよワンチャル、これで真ん中着いたな俺絶対。来たくね、さあライトニング回る、うわさあスポンジコカツミニさんよろしく。全くわかんないデッキ。コカツか？さあ、基本的にはもうほんとね、ISP とかね、小物系で回しながら、これは着衣できちゃおう。さあ、のスキル使っていきます。まあ、ホグデッキといえど、今回圧着衣があるので、まあ今までのホグだったらロケホだったんですけど、まあだから鬼回転ブッパだったけど、
まあ、今回圧着位でも攻めれるから、ホグで攻めつつ圧着位で攻めつつみたいな戦い方ができるわけですよね。そしてライトニングと、いやこれ打っていいですね。うん、でバレル飛んでくる。おい、結構攻め攻めできますね。これでウッドで延命されちまう。あぶねー、焼いた。マジで、ハシマンプリンはね、犯罪です。強すぎるよね。まあ、一旦待ちますか。相手プリンも抑えてて、まあ来てハシマイギャングぐらいだと思うんですけど、まあ、それまでちょっとのんびり行きましょうか。さあナイトで受けながら、圧着位の攻めるタイミングですね。あと、これ今ギャング裂いたターンって相手ないんですよ、圧着位の受けが。で、バルキリーも裂いたら、これ、マジでなんで受けるんだ？ロケぐらいしかないですね。で、テスラで受けてきたら、マジで無理やり行って、これでテスラもないんで、終わりっすね。うん。まあでも、ギャングで結構収まっちまうのか。さあまあ、これは許容するしかないですね。おっきいっすね。よいしょ。さあまあ、両タワー削られてるんですけど、1-0 プランでいきたいな、これ。1個おられんのかな。これも1個同じで圧着位つけるだけで相手うざいと思うんですけどね。いや、ほら、ホグデッキなんだけど、圧着位デッキみたいになっちゃうよね。うん。さあ、これでまあ、バルキリーを溶かすことがギリできないぐらいか。さあ、ボムとか置いたらやばいかな。まあまあまあ。さあからの、これにはテスラとかかな。さあでワンチャンライトも打ちたいけど、もう一回待ちます。よいしょ。ウッドで、これ僕回転速いです、回してます。バレキリギャングとかかな。いやー、いい。さあ、いや、ウッドか。まあ削りですね、これは。これ端マイプで延命されそうだね。低めで受けて、まあ着衣カバーかな。着衣カバーいるかな。よいしょ。いやー、熱い。これ回しとった方がいいかも、ね、カード低コストで回して、あと結構もう少しだな。あれ、ライト削りしちゃいます。よいしょ。真ん中置いて、相手はホグ警戒をしなきゃいけないのか。まあでも俺もライトで削る感じなんで。よしよしよし。ホグ用に。オーケー。ホグ用じゃねえ、バレル用にね。さあというわけで、まあ枯渇とかにもまあ元々戦いやすいしね、ホグは。まあライトニングのね、差しどこだったり。まあ着衣ほんと始め出すだけで強いのがちょっと強いね。さあよろしく。で、今までのホグはね、ほんとやっぱ対空、まあロケホグやっぱ高回転でもあるから強いのは強かったんだけど、まあ圧着になったらなったで、結局空バルーンとかにはね、多分ロケホグ型よりは戦いやすくなります。まあこの方だとクローンとか来たらマジでね、泣きたくなるんで、ワンチャンハイスピとかファイスピでもいいのかなとかあるんですけど。さあどうしようかな。一旦ホグ飛ばしてトルネぐらい使っといてもらうか。さあこれは圧着でエレジャイ溶かしながらボムで溶かしたいみたいな、うん、とこなんだけど、一回ボム置いて、これ釣れるよな多分。エレジャイってね、すげえ渡るんすよねこいつ。よいしょ。いやこれなんかね、いろいろすごいことが起きてるんでね、ちょっとやばいですね。いやすごいことが起きてる起きてる起きてる、マジでやばい、本当にやばい。ちょ待って、やばい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 、もうわけわかんないって。エレジャイスキキンクローンですね。はい。まあ、とりあえずやばいんで、スケルトン部隊とかコウモリとかね、マジでありそうなんでね。おぉ、あ、これ美味しい。これガチで美味しいっすよ。まあ、金起動ですね。一旦このメガナイトはもう金起動しなきゃ始まんないっすからね。あ、これやっぱ1個高いかも。いやー、ここならいける。おい、ナイス。さあ、まあ、あとホグ飛ばしながらの、これワンチャンスケブとかいるっすよね。こういうデッキっていねえのかな。てか、スケブ使ってたわ、そういえば。普通に。うん。なんかエレジャイの後ろにいたね。スケルトン部隊。さあ、ナイトで受けていくか。圧着位はまあ、刺さりそうっちゃ刺さりそうですけど、まあ、行ってみるか。一回行ってから考えよう。で、エレジャイなのか、スケブなのかみたいな。
ああ消えなかった。さあ、ああもう相手スケキンガチ勢のタイプですねこれ。でこれバルキリーじゃないので、おお、この後ろのユニットがちょっとめんどくさいですけど、これでももうホグ飛ばしておくみたいなとこありそうっすよ。うん、目がないところ、おお、いや、いろんなタクがちょっとあって大変ですね。でボムはエレジャイ用に取っときたいみたいなとこあるんですけど、まあ圧着いればいいか。さあメガナイト向けないといけないですからねこれ。さあ相手が5だと、まあボムか圧着いどっちか残るよねっていう、てかまあ基本的に両方残るかなんなら、この圧着いボムがねちょっと強いですね。うん、なんか相手がライトニングとかだった時にまあどっちか行かれるんですけど、絶対どっちか残るし、まあ結局ファイボでもポイズンとかでも同じですね。結局どっちかが残るっていう。クイークだったらね、アチクイもそうだし、スペル系だったらまあ施設がもそうするしねっていうので、まあ、アチクイ強いよねっていう、結局ね。このブマスクとかでもすごい強そうだもん、普通に。さあ、よろしく、リムルちゃんね。スライムのリムルちゃんね。さあ、とりあえず、ホグやっとくか。これどうなんだろうな。なんかさ、端前ホグ、初手か。まあ、初手ホグやるなら、初手端前圧着いの方が強い説がワンチャンある。いやー、これマジで強い、ライトニング。いや、初見でぶっ刺さるしね、これエリアドもほぼ取られないっていう。まあ、圧着いメタの、ね、ガチ強だ。さあ、圧着いオリってことはエレジャイ、あ、でもエレスピだったなぁ。まあ、ロイジャイもあるし、エリジェもあるし、まあロイフグでしたね。さあボム強いよ。まあクエイクはちょっと嫌ですけど、まあ言うて強いよね。下げました。まあ環境のね、圧着いロイフグですかね。まあライトニングぶっ刺さりゲーですよね。だってオリも圧着いにも激ホグライトが刺さるんで、いやなんかホグ強いんですよね本当に。ただただ普通に強いんですよね。圧着いも強いしな。だってあれライトでいいもんね。やべえ。ああ。いや、今のやべえは、その透明化されたからライトニング当たらないじゃないですか。違うんですよ。当たるんですよ。透明化しても、ライトニングはね、当たるんですよ。じゃなくて、普通に手前に打ちすぎてというか、なんならスキル使って圧着いがちょっと一瞬歩いたじゃないですか。いや、歩いたっていうのかな。止まったじゃないですか。それで、やべえ。間に合わねえってなった。危ない危ねえ。あちくいが円の中入ってくれましたね。これ、まあ、一発入るからいいや。よいしょ。さあ、からのどうしようかな。もうボムがさ、まあ、クエイク打たれるとやっぱ壊れちゃうけど、結局強いよね。ロイフがクエイクで、あれで8コスだけど俺4コスで守れちゃうわけだからさ、これ。ウッドで弾いて、いや、ウッドもね、やばい。ガチで強い。さあ、からのホグ飛ばして。まあ、相手も圧着に出てこないんだね。ああ、いいウッド。圧着に出てきたら出てきたで、まあ、ライトニング打つなり、スキル使うなりすればいいんだね。こっちおいでって。いや、一生端間圧着が無双してる。これ消えとくか。デリ来るけど、なんか全部他の施設がやってほしいな。で、ウッドで、ノックワークしながら、オーケー。いや、マジで、パワーがちげえ。てか、まあ、ロケットホグも、ある程度のデッキパワーあるんですけど、まあ、圧着いのかな。圧着いのこの単体パワーがやっぱ高いから、ね、しかもこういうチャレンジ系だと、やっぱ持ってなくてもね、戦えるんでね。いや、本当に、圧着いホグ、ホグ圧着い。圧着いデッキまである。ホグは飾りです。さあよろしく。トリマー端間違いやっとくか。ヤンキーすぎるかな。なんかでも回転早いからさ、もうなんか本当にホグを刺すんじゃなくて圧着いを刺すでも戦える気がするんだよね。まあスケルトン部隊とか来ると嫌だけどね。ああファイボか。まあファイボも嫌だね。まあこれホグ飛ばしとった方がいいね。てか圧着いを回した方がいいんで俺は。ホグスキウッドもう一枚ぐらいでもあんのか。あ、オリラはちょっと珍しいですね。なんなら圧着いされたらさ、俺、なんもねえわ。あ、これで回るから、ここでバルーン来たら美味しいな。圧着いで完封できますよ。スキル使って。まあ、来ないんだね。
まだファイボ使ったし、一旦出しちゃおうか。うん。いやー、回転がそこそこに速いのが熱いね。しかもファイボ使った後で。なんなら拾える？いや、熱い。で、ここで、こっち側にホグ行っちゃって、ホグでも攻めてるし、この、ナイトアーチェクいいね。まあ、これファイボー絡めてきそうだけど。これファイボー着衣だけで強い。さあ。まあ、着衣マジで強いよな。やばくない？あ、着衣武装してるだけなんだよな、本当に。さあ、ウッドとスケで。まあ、こんぐらい強要か。で、次は施設ですね。次、施設だから、まあ、ナイト単体っぽい出すだけでも、檻を出してくれる気がするんですよ、僕の予想ですね。なんでまあ、始めないとっぽいからの様子見ますか。インド来たらアイスピぐらい足して、これホグ行ったとこって、結局檻出てくるんで、ちょっと待ってからのこっちで。あれ、檻タイプしてこないのかな。タイプしなかったらしなかったで。しないタイプでしたね。まあ、ナイト刺さるんでいいやって。さあ、どうしようかな。まあ、着衣出せばいいか、結局。結局、あ、着衣で、みたいなとこあるっすよ。で、ファイブアナーメでアチャクイちなみに飛びます。なんだこれ、早めに溶かしちゃうか。ちょっとめんどくさいなーって思ってボムにしました。感電ダメージ入ってるけどね。許してくれやっていう。やべ、間に合わなかった。で、378か。あれ一応スペルで飛ぶっすね、ウッドライトで。うん。ウッドぐらい打っとくか。いや、マッスル強っ。マジで強い。さあ、巻いてファイボヤナメと。もう俺はちょっと今攻め毒っちゃ攻め毒なんですよね。ババか？で、消えて、落としとくか、今の間に。いや、これでさ、ある程度溶けてくれるのめっちゃ熱くね？さあ、隅っこに出して、ホグで釣りながら、まあこれは延命耐えたな。オーケー。さあ、まあ今のおられたところで結局多分負けないと思うんですよ。いや、圧着衣がね、いや強いんですよね。圧着衣プラスのライトニングっていうので、最後圧着衣ナイターにライトニングで空やるとかもできるんで、いや、この組み合わせがね、結局強いんですよね。回転早いしね。さあ、というわけで今日はね、この圧着衣ホグもやったんですけど、普通にね、やっぱ完成度高いですよね。しかも安定もしますし、なんか無課金でも使えるとか思ったけど、圧着衣でしたね。ごめんなさい。まあでも圧着衣の枠、マスケとか、アーチャーとかでも全然やってきると思うんで、ちょっと皆さんもぜひね、このデッキ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。